アメリカ国立ハリケーンセンターは、大西洋上をアメリカ北東部に向かって北へ進むハリケーン・アンリが22日にニューヨーク州のロングアイランド近郊に上陸する見通しだと発表しました。暴風雨や高潮、大規模な停電などの恐れがあり、クオモ知事は危険な地域に住む住民に対し直ちに避難するよう呼びかけました。またニューヨーク市も洪水の恐れがあるとしています。